ついちゃんことついのぞみです。はい、今回はですね、ただいま仕事から帰ってきて、ちょっとまだご飯の準備をしていない状態だったので、もう家にあるもので、ひき肉と人参、ピーマン、玉ねぎ、これ全部入れてハンバーグを作っていきます。はい、ということで、もう普通な感じの動画なんですけど、ぜひ興味のある方は最後までご覧ください。それではスタート。スジチャンネル。はい、それでは、全然映ってないんだけど、まださ、この家の料理動画の撮影のやり方がアングルとか含めてわかんないんだよね。とりあえず野菜をみじん切りしていきます。で、玉ねぎ、ちょっと本当にさ、大丈夫かな。そう、ちょうどまだこの家に引っ越してきてから5日目とか、まだ1週間経ってない状態で、本当にまだキッチンの使い勝手もあんまりこう慣れてない状態なんだけど、ちょっと撮影もねしていかないとあれだなと思って、ただただハンバーグを作るだけなんですけど、回してみました。ちなみに今日で終業式だったので、明日から春休みになります。この動画がアップされる頃はもう新学期になってるかもしれないんだけど、もうみんなどんどん大きくなりますね。やばい、玉ねぎ切るとマジでくしゃみが、私マジで玉ねぎアレルギー、玉ねぎ切るとくしゃみが出るの、やばい、あーやばい、そして入んないかもしれないという、もうこのままチンしちゃおうと思って入んないかも。でもさ、最近ポアが本当にご飯が偏食すぎて、なんかもう食べてくれないものが多すぎて、こうやってもうハンバーグとか分かんないように野菜をいっぱい入れて食べさせるしか食べてくれなくて、ほんと何を作ってもなんか具を嫌がるっていうか、白いご飯がいいとか、しらすご飯がいいとか、そうなんだ。だから最近すごいどうしようって感じで、ハンバーグは割と食べてくれるので、いっぱい野菜を入れて作ります。ただ今日は外で撮影があった日だったから、本当にバタバタで、今もこれやってんの7時なんだけど、急いで作っていきます。だからさ、春休みだから朝昼晩のご飯が待ってます。ただちょっと朝の目覚まし、朝早くも起きなきゃいけないとか、早く寝かせなきゃいけないとか、そういう、なんだろう、プレッシャーっていうか、そう、ちょっと自分の時間の流れに余裕が持てるから、そう、でもほら、なんだろう、そう、一番割と休みになるとあんまりこう、なんていうの、時間をきちきち決めるっていうよりは、もう朝はゆっくり起きたりとか、夜ちょっと寝るのが遅くなっちゃったりとか、そう、平日とリズムを崩さない家庭もあると思うんだけど、うちは割とそういうのがちょっと緩くなるんだけど、そうそう、だからね、私的にはすごい気持ちに余裕ができる感じです、休みは。だからちょっと春休みはご飯3食で大変っちゃ大変だけど、まあまあ手は抜きつつ、そうですね、ゆっくりとしたいと思います。もう本当だって、ノアが中学3年生で、ソラが6年生だよ。そっちゃん4年生やばいよね、本当にやばいんですよ。早いですね。こんな感じで、めっちゃ静かなんだけどなんかみんなどこ行っちゃった。よいしょ、チンして
そのまま入れちゃいます。お肉の中に熱いものを入れるとなんか大丈夫って感じなんですけど、もう時間もないのでいっちゃいます。熱っマジ熱い。ハナさん、今そう、ちょっと待って。マジでさ、引っ越してきたばっかりすぎて、今ね、自分でもどこに何を入れたのかがちょっとわかんないので、ちょっと手袋が見当たらない。やだ、熱い。さすがの私も熱い。いけた。マジやだ、開かない。開いた。牛乳入れすぎた。はい、こんな感じでちょっと本当野菜たっぷりのハンバーグを焼いていきます。 OK。 とりあえず子供4人分だけ。私と子供たちだけなのに、ここ行けたらいいな。いいかな。無難に行くか。無難に。もう一個出そうか。本当になんかこのアングルが正解なのかもわからん。見えてんのかな。ちょっと本当試行錯誤しながら動画を撮影しないとダメかも。マジでちょっとさ、昼間だと結構他明るいんだけど、夜だと。暗いのかな。OK。 いけました。本当にさ、もう慣れなすぎて火をつけるのかな、まだ慣れない。ちなみにここで初めて作った料理はナポリタンじゃなくてミートソースだったんですけど、それをね、みんなに言ったらね、ありえないって言われた。そう、なんかこのね、キッチンのタイルを真っ白にしたんです。で、ここにね、めっちゃね、トマトソースが飛び散って、そう、それを知った友達はありえないって言ってたんですけど、まあまあまあ落ちたからいいかなって感じなんですけど、そう、初めて作ったご飯がミートソースでした。そしてただいまハンバーグを焼いてます。もうこれは簡単に焼いて目玉焼きと食べたいと思います。どうしよう、スープ作ろうかな。あとね、サーモンがちょっとだけあるから、ハンバーグとサーモンでいいかな。スープは時間も時間なの。時間も時間の、これ見ようとしてる。スープはちょっと時間も時間なので、今日は諦めます。とりあえずハンバーグのソース、ソースって言ってもケチャップとソースだけでソースを作ります。もうほんとこういう感じで火にかけておく。やばいね、全然アングルよ。アングルで、このままちょっと蒸し焼きにしていきます。目玉焼きいる？ハンバーグにいる？そばはいらないんだよ。もう全部こうした方がいい。はい、ただいまノアちゃんがケーキを作ってるんですけど、じゃあちょっと本当にチロッとお見せします。これはもうノアのインスタ見たら上がってるやつだと思います。違うやつ。なんてやつ？シャルロット？シャルロットケーキ。何すごい。ここにさ、真ん中に乗せる。切ってないでも2個こう上向きでだよ。いや、その下をちょっと取って。なんかあれ粉砂糖の周りに、ね、あれ緑あったよ。どっかに。ケーキの撮影に使うタッパです。やべ、
いや、かわいい。いいじゃん、いいじゃん。めっちゃいいじゃん。でもそれ上手にリボンが美味しそう。むずいぞ。ちょっと待って、何がやりたいかな。ブロッコリー茹ですぎた。いいじゃん、めっちゃこの角度かわいいよ。ねえ、嘘だろ。え、無理じゃない、これ無理くない。ご飯だよ。どうしよう、どうしたい。リボンの方についてちょうちょ結びってまた別ってこと。ちょうちょ結びで、はい、ということでこんな感じで完成しました。食べていい？食べよう。じゃあもうみんなお腹空いてるのでいただきます。ちなみにおばちゃんのケーキです。デザート、すごいね。これデザート？デザートだ。あれ超大盛り。みんなで食べよう。結構でかくない？18センチ。いただきます。